チャンネル毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっておりますよー。ココイチさんのスパイスカレーをお持ち帰りしてまいりました。まあ、ココイチさんといえばね、もう最近インドにも進出しまして、もう大人気のお店、まあ知らない人はほとんどいないと思いますけども、何やら期間限定でよく出されてますスパイスカレーシリーズですね。そちらの今期間限定で出されてるスパイスカレーの方が、めちゃくちゃ美味しかったんで食べてみてくださいと。結構ね、美味しかったですっていう声いただいてるんで、本日はお持ち帰りしてましたんでご覧ください。本日のカレー、ドン！はい、というわけで、ね、もうよくお世話になってるココイチさんなんですが、本日はね、お持ち帰りということで、さあ、こちらですね。まあ、おなじみのこの器で、やっぱりね、スパイスカレーの時ってね、もう見た目がやっぱりね、お店で食べた時の方がやっぱ見た目がいいっていうのは仕方ないんですけども、オープンいきましょうか。オープン！じゃーん！どうでしょうか。結構ねサラサラタイプで、こちらがココイチさんのスパイスカレーエスニックアジア。もうね、もう開けた瞬間に結構エスニックやなって思うような香り。いただきます。じゃあまずはルーの方から。あ、美味しい。あ、これ結構美味しい。もうトムヤムくんみたいな味わいで、結構ねレモンの香りとかも効いてる。ライスといってみます。うん、スパイスカレーシリーズの中では一番好きかも。美味しい。で、やっぱり一番具材が多いですね。ほら、アサリだとかタケノコだとかでいて、エビがあったりとか、このホロホロの鶏肉、もうインゲンとかは浮いてるんですぐ分かりますね。鶏肉のねうまみが結構あったりとか、食べてて分かる。このエビとかアサリとかがしっかり入ってるんで、こう食感もちょうどいい。うん、ライスといっても最高。うん、この玉ねぎのアチャール、これはもうめちゃくちゃ合うと思う。まあ一応福神漬けもあるんですけどね。あ、美味しい。辛さ的には中辛よりちょい辛いと思う。結構辛み感じれる感じで、やっぱりタケノコの食感とかも最高。もうカレーというよりかはかなりね、もうトムヤム君に近いけど、もうアサリの量が尋常じゃない。かなり入ってる。すごい。ちょっと福神漬けと言ってみようかな。福神漬けはそんなにいらんと思う。結構エスニック料理好きな人はもうドハマりで、っていうかでもこれカレー好きな人も結構ハマると思う。うん、結構ね食べてるうちにどんどん辛みも増してきて、ああいい感じになってきたっていう。うん、味もじんわりって感じで、さっぱり感がすごいいい。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。もうイメージ的にはトムヤムくんをイメージしてくれたらいいかなっていう感じのカレーで、でももう個人的にはスパイスカレーのシリーズでは一番大ヒットっていう感じで、まあ具材も結構入ってますし、もうエビのプリプリ感とかで、アサリの大量な感じで、そこから多分だし出てるんでしょうね。その旨味とかもきっちり入ってますし、辛みもきっちり辛くて、個人的にはいや全然ありやんけって思うような、というかもうめっちゃ美味しいなってなるような一皿でございました。ちょっとね今日テイクアウトということで、ちょっと見た目の方がねちょっと若干分かりにくいところもあったんですけど、テイクアウトでも全然いいと思います。結構ココイチさんをテイクアウトされる方って多いと思ったんで、ちょっとテイクアウトにしてみたんですけども、まあそれはね多分お店で食べた方が絶対にまあ見栄えもねいいですし、こう味わいももう出来たてすぐ食べれるわけですから、まあお店で食べるのもおすすめでございます。はい、というわけでカレーにとりこんな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。